やばいかも、チンジャーロースになっちゃうかもしれない。本当にえげつないっすね。ちょっと朝ごはん食べてエネルギーつけたいと思います。あかへん、夜公演待ってますね。うん、まだ寒くはないかも。この前めっちゃ寒かった。はい、今日はさっき一番最初のマイクでした。うまっ。こんにちは。配信で嬉しい。配信めちゃ怖い。ユニットユートピアのフードはこの前落ちました。でも何か食べてます。でも一食目今日珍しくお腹減ってなくて、今もそんなに減ってない。食べとかないと倒れるから。うん、おいしい。これ柚子胡椒辛め。早かった。フード落ちるね。この前ありがとう、皆さんいっぱい感想送ってくれる。昨日ちょっと設定もぐもぐってあげました。ちょっと今週は投稿頻度落ちるんですけど、ぜひ見てください。学校1週間忘れてました。あ、違う、来週で終わるって言われて、え、あと2週ないのってなってる状態でです。もうやばいです。なんかやらなあかんって学校のやつ分かってるんですけど、なんかびっくりするぐらい何すればいいか分かってなくて。あと1週間でほんまに終わるんかな。1週間もないし、久しぶりにハーフポニーにしました。多分1年ぶりぐらい。うん、夜公演待ってるね。もう今日ちょっと天気悪いかも。今日はハーフポニーです。基本髪の毛は帽子で決めるタイプですね。涼しいよね。嬉しい。傘持ってないね今日。やばい、天気予報今日見てないわ。ダメか、傘持ってないよ。別
つも日傘は持ってるんやけど今日は持ってないわ日傘も持ってないどうしよう。まあいっか、晴れ女なんで。多分大丈夫です。私めっちゃ紫外線気にしますよ。ホーム画面、ロック画面、携帯のロック画面に紫外線の指数入ってますなんかあるんです、レベルが。その日の紫外線の、それ見ながら日傘ちゃんとさしてる、日焼け止めも塗ってきてるし、だからわざわざメイク前に化粧落とししなきゃいけないんです。そうなんですよ。で雨は気にしてないんですでも一応天気予報もロック画面の横に書いてるんですけど、今カスタムできるじゃないですか iPhone って。あと雨は気にしたことないですねこんにちは。降水量出しとけばいいんか。紫外線出せますよ。なんかバズってて、その動画が。うん、嬉しい。意外と曇りでも紫外線今日の朝4とかありましたね。まあ、曇りの方が強いんですけど。基本そんな感じで意外とやらせていただいてます。うん、お腹いっぱい。うん、これでおはる頑張ります。うん、辛い。あとはメカブと、ゆで卵。最近ハマってるね、納豆があって、この納豆がめっちゃ美味しいです。からし入ってないねんけど、このね、だしが美味しいのと、なんか混ぜた瞬間にすぐネバネバなるんですよ。めっちゃうまいこの納豆なんかさ、硬いやつあるじゃないですか、こうやって混ぜてってどんどん柔らかくなっていくみたいな。あの混ぜたらすぐネバネバみたいなやつ出てくるんですよ。で口の中になんかネバネバが結構ふわふわ系のネバネバやから、なんかネバネバしすぎなくてめちゃくちゃ美味しい。なんかこれがこのネバネバ系がさ、重いやつとかあるじゃないですか。そうじゃないんです、空気みたいに軽いそう、それが美味しくて今この納豆にハマってます。ちょっと高いんですけど、100円は超えるかな。納豆200円出すのあんま、100円かみたいなスーパーとかさ、結構整理してるからさ、納豆って100円かってなんねんけど、美味しいんで100円出す価値はあるかなと思ってます。そうですね、3パックかな、3パックでですね。ごちそうさまでした。うー、3パックです。
卵醤油のやつかな、かだから美味しいんかな、ちょっと書いてないわ今。分からへん。ちょっと見て。高くないけどさ、いろんなスーパー行ったらさ、たまにさ納豆って87円とかさ、70円はちょっともっとな、90円ぐらいで売ってる時あるじゃないですか。98円とか、それに比べたらって話ですね。あ、待ってます、夜公演。夜公演はちょっと懐かしい髪の毛にしようかなと思っております。もうね、6期生も今月でお披露目から何年目ですっけ、6年目、6年目の7周目、あ、6周年の7年目か。なので6周年ね、昨日3人でプリクラ撮りに行ったんですけど、その動画をファンルームにあげようと思って撮影してたんですよ。もうひどいひどい。あげられへんかもしれないです。編集が必要かもしれないのでちょっと考えます。あげるかどうか。バタバタしすぎてどうしようかなって思ってます。6年目、早いね。小学校6年間終わっちゃうよ。あげてください。もうほんまになんかどこの高校生みたいな感じのノリで、大変です、大変でした。編集しちゃったらごめんなさい。なんかさ、プリクラ撮るまでのさ3、2、1の時の顔ってさ、はずない？なんかずっと同じ顔で決めてたりするやん。こうやってはずと思って、なんか慣れへんくってさ、プリクラ撮るだけでもさ、私たち全員優柔不断なんですよ。でプリクラとかほんまに撮らへんからさ、プリクラの機種決めるだけでもさ10分ぐらいかかってさ、どれがいいのみたいになって、でその後ご飯行くのにもさ 2,30 分かかりました。まあそれが6期生なんですけど、なんか安定やなって思いながら。めっちゃ歩いた。ご飯、昼ご飯決めるだけでめっちゃ歩いたんですよ。でもいいのが撮れたのでまたアップします。いいのは撮れた。ほんまに残り3人やって、寂しい。ほんまに3人なんやっていつも思う。3人。早くない？しかもさ、最年長らへんが残ってるんですよ。なんか面白いですよね。なんかそこが面白いなって思ってる。結構私も、まあ、中真ん中らへんで加入してきて、だって今の3人で一番最年少ですよ。妹ですよ、一番。同期の中でなんかへーってなっちゃう。お姉ちゃんたちってなるけど、全然お姉ちゃんっていうか、あのめっちゃ同い年の感覚でいつも喋ってんねんけど、たまにやっぱお姉ちゃんやなって思う時はあるかも。そうやねんな、それがすごいなんかたまに考えると面白いなって思いますよね。あ、なんか10期生に私に似てる子がいるらしくて、マネージャーさん曰くですよ、2人ぐらいいるらしいです。だから第二の出口裏がいるっぽいです。なんか挨拶の仕方とかめちゃくちゃ似てるって言われて、まだでもこの前お披露目の時に
挨拶してる時にちひさんがこの子ゆえなにめっちゃ似てるって言ってたから、その子はぽいねんけど、もう一人いるらしくて、誰なんやろ、なんか雰囲気じゃなくて挨拶が似てるらしいです。もう行くのかな、やっぱ自分やったら分からんねんな、誰かが似てるんやろって楽しみにしとこうと思ってます。よし、ではそろそろ終わりますね。よいしょ。13位タイガキュン、12位ドニー、11位ユー、10位ハマノン、9位ベオ、8位テウ、7位ダイちゃん、6位ヨネ、5位ストレート。うわー、漢字がー龍馬で合ってる。4位マミちゃん、3位シロ、2位ヒトシ、1位テッシーでした。1位テッシーありがとう。龍馬さんありがとう。ストレート龍馬ね、覚えとけば漢字。ありがとうございました。ではヒリオル公演行ってまいります。